Listen to the thunder echoing. I imagine what's about to happen. Can I do There's more to this life than what's in my brain. And somebody said to me, No right way to, no right way to, way to leave.まあ職業というか生きていくための一つの、まあ、仕事というか、例えば仕事で疲れてストレス解消したいなって思った時にするのもスケボーだから、まあ、遊びも絶対一つに入ってると思うし、両方入ってますね僕の中では。
の方。俺はもともと母親がスノーボード好きで、で3歳ぐらいからスノーボードをしてたんですけど、でそのもともとスノーボーダーにさせるみたいな感じでこうがっつりスノーボードしてたんですけど、なんかなんだろうな、オフトレみたいな感じでその1歳の7歳の時に引っ越したんですけど、そこにそのセクマスパークがあって、オフトレとして始めようみたいな感じで始まったのが、うん、これ美味しいですよね、結構好きかもしれない。暑いですけど、暑いのはやっぱちょっとロサンゼルスなどもあ全然違いますね。LA の方が気候は好きかもしれない。あ、やば、これうまっ。うん、めっちゃ優しい。二日酔いには持ってこい。もしいいのが取れたらこれは使いたいなと思って。今日本でその貯めてる映像もあるんですよ。で、年内とかにそれを試写会映像を出そうみたいになってて、そこにぶっ込めたらぶっ込んでもいいかなと思って。なんだろうな、お金の稼ぎ道というか、その大会系の大会で買ってお金を稼ぐ人もいれば、その映像を撮ったりとかして露出してそれでメーカーからお金をもらうっていう、まあ、2パターンあるんですけど、映像の方がやっぱりなんかもう 何十年先になっても一生残るじゃないですか。大会はもうその場でもう、はい、1位だったら1位で終わりじゃないですか。でもなんか映像は一生残るから、いろんな人が今見てくれるじゃないですか。これだけできますよみたいなのを出すために作る。正直どうなんかきっぱりはしてないんですけど、でもやっぱりその前言った板に名前が入ったのが出たらもう最高だし、それでもっと上行けたらもっと熱いから。
捨て忘れた。なくなっちゃった。よくない、余った。余った。そういうことか。ああ、そういうことか。完成しました。そうだね、この方が倒れちゃうから得意のスイッチギール難しいですね。めっちゃトリックした後の次のトリックまでの距離が近くて準備が体が追いついてないです。ありがとうございます。励ましになるじゃないですか。はいはい。次のレレレみたいな。一人だからね。でも孤独な戦いなんですよ、はい、一人だったら。で、終わったら次のやつがトライしてる間に休めたり、うん、コンビニとか行けるじゃないですか、うん、それがないからもうしょうがない。疲れた。あ、倒れそうです。Pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena when hit from the back. Pull like Jim, waves on swing, and I rock to the top. Butterfly doors on the couch, but I just spend shit on gas. $150, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on the Disney Plus. And there's no gold on my cheese blue.
bitch got a twin and she let me hit. Hold up. Freaky little mama wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah, she being a little creep. Now she wanna air drop me big double D's. And she don't charge a fee, they for free. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went hit from the back. Swing. Pull like Jim, waves on swim, and a rock teams with the top. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on that. Say the video, she got started on the MacBook. But we're gonna make it up, look at Joe. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. 自分にとっていいチャンスかな。なかなかそういう話をいただけることもないし、次につながるいいチャンスかな。わかんないけど、こう5、6万伸びたことがあって1回、もうなんかそれ以上伸びたことはないから、それ以上伸びたらいいっすね。いやわかんない、俺どんぐらいなんだ。めっちゃ嘘ついてたら超恥ずかしいちょっとめっちゃやだ。パークなっちゃうよね、今日は多分。今日この雨ずっと続く感じですかね。もう感じするんだよな、ちょっと読めないけど。パッタイ食いたいな。休憩していいですか。結構そうだと思う。
着地が耐えらんない。本当にまだまだだなと思ってるのか。いや、まだまだですよ。大会で勝てない。まあ成功率、いやでもそうっすよ、全部っすね。さっきのとかも上手い人だったらもうさらっと乗れちゃうっていうのが現実だから。でもその何、体幹とか筋肉とかそういうのはめっちゃ大事だなと思うし、なんかすごい海外のライダーとか通ってますもん、あのトレーニングジムみたいなの。めっちゃもう通いたいですよ。もし、いやできるなら、家の近くに多分あるっぽいんですよ。ああ、行ったことなくて、多分。それ行かない理由はないんじゃん。いやまあ金もそうだし、時間もあんまり、バイトして、スケボーしてってなると。なんでバイトしなくちゃいけないの？いや海外とか行きたいから。いや、まあそれがそうですね。まあもう映像出して、まあ、いや、確かにもったいないですね。それは、あ、考えたことなかったっす、でも。Take me out tonight and send me on my way.久々にアカウントのアカウント見てめっちゃ多いやん。全然減ってるもん。減ってんの？インスタ上げてないから。上げることない。今回の旅はなんかアップしたいな。そうだよね。これがアップできるし、ちょっと楽しすぎてさっき滑っちゃったんだ。普通に楽しくて滑っちゃった。スイッチ入ったね。いやー、まあ、そうだね。思ったらいけないですね。Thank you.
lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart has gone vacant. Everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on interstate west. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, right here, chilling with my friends for another year. いや、実家のおばあちゃんで。My best friend an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I would be alright.今回そのストリートを回らせてもらって、怒られはするんですけど、まあ結構みんなすごい優しい感じで言ってくれて、まあここダメだからごめんねみたいな。日本よりはちょっとスケボーしやすいなって思った。スポット結構自分が思ってる以上にタイ多くてすごいいいなとは思ったんですけど、昨日行ったあの最後の階段のステアとかも、あの警備員が 2,3 回来るで来ちゃうのはまあ日本とも変わんないですけど、でも確実にあそこでは収めないといけないとこだったんですよ、絶対に。それをすごい、まあ、昨日から結構悔いに残ってるというか、まあ、すごい悔しかったですね。今のままでもう自分は痛くないんで、でバイトしてる時間撮影日本でしてたりとかすごいしたいなっていつも思ってて、だから教えるっていうスクールをやってて、だからまあそれを大きくしていけたらなと思ってて、ね、自分で。でもまあそういうので稼いで、で平日例えばその時間作ってスケボーしに行くとか撮影しに行くとかできたらいいなってすごい考えてます。どうっていうか、もうすごいいい、もうこちらかその出る側としたらすごい嬉しい話だし、リスペクト。今回の旅が次のその何かにつながればいいなとは思うんですけど、